悲しいことあった。整形総額2000万 R ちゃん大事な人からの金銭要求にショック。整形総額2000万で知られる人気 YouTuberR ちゃんが15日までに YouTube を更新。大事な人にお金せびられたと明かした。この日の動画で R ちゃんは悲しいことあった。クリスマスディズニーで元気出すとのタイトルで動画を更新。 最近起こった悲しい出来事について話し始めた。何でも、R ちゃんにはかなり前に知り合った大事な存在だった人がいて、その人にいろんなことを学ばせてもらったそう。しかし、最近大事な存在だった人とのやりとりの中でお金の話が多いと感じ、結果的に相手が R ちゃんに対してお金くださいっていう結論になったという。 私が恩があることを知ってるから甘えてるんだな、そういうお金の要求の仕方、だったとも明かしていた。大事な存在、だった人にお金を要求され、ショックだったという R ちゃん。かつて相手は、R ちゃんに、ワーギにしてくれる人をワーギにしなきゃダメだよ、と教えてくれたというが、今回の出来事で、それを私が教える番が来た、と考えたそうだ。 今回、動画でそのような告白をしたことについて、本人が見ても全然大丈夫。自分かもって思うかもしんないけどそう思ってほしいとも話しており、R ちゃんがショックを受けたことについて相手に気づいてほしいと考えているようだ。R ちゃんのそんな報告に、ファンからは、演技ればいいのに動画で注意してあげるの、優しすぎて尊敬。 めちゃくちゃ悲しいことなのに話してくれてありがとう。長い付き合いの大事な人が変わっちゃうのって悲しいよね。器のでかさと大人な対応素敵。いつかその人が気づいてくれるといいなぁ。と様々なコメントが寄せられている。